ソラ？行かせて。行きたい。ソラ。だから痛いって、もう手際悪すぎ。ごめん。ごめん。別に。なんだ？来ないで！ソラ！ハル？いって、何すんだよ！か。は？か。それじゃあ今の悲鳴って。か嫌い。制服まだ？もう来るよ、多分。無責任。オーダーだから時間がかかるんだよ。ソラは小さいから。悪かったね。え？どうせ小さいよ。お、あ、なおちゃん、おはよう。おはよう。あ、これお母さんが。この辺はヤブ化が早いから。ありがとう、すごく助かるよ。今日も朝から部活？うん、プール開きも近いし、いろいろやることも多くてね。じゃあ。なおちゃん。え？落ち着いたら一緒に行こう。
もうすぐプール開きだな。興味ない。なんで？もしかして金槌とか？そう。用がないなら行くけど。いや、おい、待てよ。俺が言いたいのは、お、最高のビューポイントだろ。なあ、もっと近くで見たくね。ダメだよ、ナオちゃんを覗くなんて。ナオだなんて言ってないけど。へえ。なんだよ。男ならナオの胸マジ見たいけどな。帰る。ああ。あ。おい。いや。うん。良平。なお、脈あるぞ。ん？はるかのやつ、お前に気があるぜ。もしかして、はるちゃんに話したの？そこまで俺はバカじゃない。これは男同士だからわかる感覚ってやつだ。そう、なんだ。だから付き合っちまえよ。もう会えないと思った王子様が現れたんだぜ。ダメだよ。だから大丈夫だって。無理だって。まだそんなこと言ってんのかよ。なお、何がダメなんだよ。私絶対嫌われてるから。なお、ありがとう。ごめんね、はるちゃん。落ち着いたら一緒に行こう。気を使ってくれてるんだよね。いい加減にしろ。だったらちゃんと説明して。どうして会社の携帯に女の人の。だから部下だって言ってるだろ。やめて、信じられない。やめて。何慌ててるの？いや、別に。な、何？早くつながるようにして。ああ、ネットね。なおちゃん！はるちゃん。うちは昔
火星系の女子校だったから、伝統的に女子の制服は自分でボタン付けをするの。そうなんだ。はい、完成。助かった。僕も空もこういうの全くダメだから。じゃあ帰るね。もう少しいいじゃない。これで。お茶くらい。あ、そのコップ懐かしい。覚えてるんだ。ここまで入れるからはるちゃんちのは甘いんだよね。おじいちゃんがお中元でよくもらうから入れ放題だった。懐かしいな。やっぱりこれがいいや。なおちゃんとこうしてるのが一番和むんだ。はるちゃん。いたんだ。いたら悪い？顔見せろってこと。お邪魔してます。寝てたの。なおちゃんがボタンをつけてくれたんだ。じゃじゃーん。そらちゃん。ごめん、多分寝起きで機嫌悪いんだ。てるよ。お世辞なんかいらない。おお、予想を超える可愛さ。どうも、初投稿おめでとうございます。誰？例の中里良平。そらちゃんよろしく。この固くなな表情を和ませたい。手強いよ。逆に燃える。お、おい、なお。まったく。マジよく当たるんだなあ、アキラ。肉球占いね。そもそも肉球占いの始まりとは、このさより姫神社初代神主が傷ついた迷い猫を手厚く看護したのが。そういうのいいから。せっかく考えたのに。別に占ってほしいことなんて。おにゃー、出ました。2の子宮、子根球、4の子宮。よって占いの結果は、ずっと思っていた相手に本心を打ち上げるチャンス。マジかよ、はるかすげー。恋愛運最高じゃん。なおに告っちゃえよ。はるかのやつ乗り気薄。二人を仲良くさせたいのはわかりますけど、絶対うまくいくと思ったんだけどな。おみくじで大吉出たのに、はあ、まどろっこしい。こうなったら実力行使だ。明日？日曜でしょう。ああ、泳ぎの特訓してやるから。そんな急に。明日の午後1時絶対な。おい、良平？はるちゃん？
それじゃあナオちゃんは甘爪に呼び出されて。うん、当たりのアイスをおごるからバタフライを教えてほしいって言われて。まんまと作戦に乗せられたってわけか。はるちゃん、うん、教えてくれない？泳ぎを。走ったらダメなんだから。もっと強くバタバタして、腕を伸ばして、そう、いい感じ。ごめん。猫、多分あそこから入ったみたい。誰かいるのか？開けるぞ。か、まったく。どうしたの？僕がプール側の扉から出ればよかったんだ。どうしたの？あるいは、はるちゃんだけがここに隠れていれば。あ、あ、うん、今のは僕が。違うよ、あの日のこと謝ってるの。あの頃両親がうまくいってなくて、いつも家の中がギスギスしてた。私毎日苦しくて何もかも嫌になって、はるちゃんに。でもね、誰でもよかったわけじゃなくて、嫌じゃなかったよ。初めてで戸惑って何も言えなかったけど、ここからやっと歩き出せるんだ。今日この時から。はるちゃん。Thank you.
私も怖くてメールできない。はあ、ってひどく振られた過去のトラウマ。すげえデメキン。大丈夫元カお姉ちゃん。途中で寝んなよ。うるせえ。はるかくん、さよなら。なんかいい匂いする。しっかり捕まっててね、元カさん。なんかいい声までした。大丈夫ですか元カさん。ちゃんと着替えた方がいいと思うけど。なんで？なんで遥くんが目の前にいるの？え、なんでって。あ、寂しかったよ。もとかさん。私最低。悪いのは僕だよ。テスト前でバタバタして元カさんから連絡来ないから怒らせちゃったかなって。はるかくん、今日の一言。重ねた手と手のぬくもりに私はときめく。行きたい、あなたとその先へ。だけど
行く手の空は暗く重くのしかかって。